ザパペ推し印刷人体、こんにちは、草加啓太です。ここ今は僕は、最初の、商店街ポスター展をした新世界市場っていうところに来てます。なんかちょっと台湾みたいでしょ。ちょっとここをじゃあ、皆さんに案内しようと思うんで、これがそのポスターなんですけど、10年ぐらい前に作ったポスターですけど、まだ残ってます。これ中山さんのおじ、あのお父さんなんですけども、もう今98です。98歳の お父さんです。もう当時はもういろんな地方から来てポスター見に来てあるお客さんたくさんいてありましたね。で台湾からもね、なんか見に来たりとかして、そうです、海外からもね、もうこれは名物でね、嬉しいな。店は売れへんけどポスターだけ見に来てくれありましたね。売れるポスターですからね、バースで。ここが僕の大好きな商店街なんですけど、地域活性のなんか原点みたいな場所ですね。あともう一つ大事なことが、台南の商工街と、姉妹商店街というのを結んでですね、でちょっとここで一緒に台南の子たちといろいろなんか友好条約を結んだりしたんで、それまたぜひ来てほしいなと思います。はい、ここがね、あの僕の書斎なんですけども、この部屋でですね、ずっとこの本を書いてました。これをですね、僕の自伝です。で、普通コピーライターが本を書くとなると、広告の作り方とかキャッチコピーの書き方とか、そういう方が多くなるんですけども、まあ、僕はね、あんまそういう本よりもなんかすごい小説に自分の人生すごい影響されてきたんですよね。だから僕も皆さんに自分の物語によっていい影響を与えてるなと思って作りました。で、まあ本当にちょっとね、あの悩んでる人とか、自分の人生が自分のもんじゃないなみたいな風に思ってる人に読んでほしいなと思って、そしたら結構まあ元気になって、まあアホになって、なんかちょっとやろうかなっていう気になるんで、ぜひとも読んでください。では台湾で会いましょう。再見。